パチパチ。芸名決めたら相性どうやって決めるの？なんか基本的にはね、同期に呼ばれたり、いつの間にか呼び合ってたりする名前が相性になるんじゃないかと。稀に上級生で同じ相性の方がすでにいるとき、無理して変な相性をつけてそれで呼ぶ練習するよね。そうそこ被ったらね、なんかあの同じ名前で振り返る人2人みたいになっちゃうからね、気をつけなきゃいけない部分ではあるよね。そしていつか慣れる、確かに慣れちゃうんですね。そうシュウさんのことも学生時代は別の呼び方してた。あ、そうかも。シュウちゃん、私はさ、シュウちゃんのことさ、もともとその本名を元にした名前で呼んでたからな。あとさ、シュウちゃんのさ相性でさ、チャボっていう相性もあったじゃん。チャミとチャボでさ、なんか笑い合ってたことがあったよね。ジェンヌさんの相性が誰が誰ってよく分かんなかったです。相性ね、相性まで覚えるの難しい。お福かのりこだったね。そう、私は福ちゃんって呼んでた私福ちゃんって呼んでた。ずっと財団中も別に福ちゃんって呼んでた私そう、アフタヌーンティー行く時とかも普通に。タミさんの呼ばれ方も気になる。なんかうちの木はどうやって呼び合うかっていうのを決める時間があったの。なんか普通になんかみんな仲良くなるために相性を決めよう大会みたいな日があって、その時に私がまともにニックネームがなかったから、ね、なんか面白いニックネームにしたいみたいな、面白いっていうかニックネームで呼んでもらいたいって希望を出したところ、そのアサミだから本名がアシャミになって、シャミって最初呼ばれてたんだけど、そのシャミ線授業があって、そのシャミ取ってとか、シャミ次シャミだとかいう会話があるのよ。そこでシャミっていう言葉が出るために振り返っちゃうようになって、シャミはちょっとシャミ線と被りますので変えてもらいたいですっていう希望を出してシャミになった。星組以外の子は未だにのりこが多い。そういうパターンあるよね。そういうパターンあるある。相談の時間があった、相談っていうか、なんかもうみんなでちょっと相性決めてそれで呼び合わないみたいな。最初はやっぱりさ、今となっては同期ってさ、普通にその同期だけどさ、初めましての時はさ、もうみんなさ、初めましてなんとかさんみたいな、なんかその本名の呼び合いだしさ、仲良くなっていかないじゃん、なかなか。おいしいということで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。